様です。集合なんですよ、珍しいですね、珍しいですね、で集合してもらったのには訳がありますあります、はい、ご報告があります、あります、重大ですよこれ、重大ですよ、はい、皆さん、はい、長崎レギングコンベーションボリューム2をよっしゃ、2024年に2回行きますからね、ビルデーは。今回はですね、2024年11月開催ということで、はい、秋イカをターゲットにしたエギング大会になります、うん、おお、いいね、うん、秋いいんじゃない、いやいや秋はいいよ、秋はね、数が釣れるからね、うん、初心者も絶対あるからね、ある、うん、ある、あるよね、ある、しかも11月なんで、肩もね、うんうん、いいの上がってきてるよね、徐々に上がるからね、肩がね、あ、大会の詳細をご説明します、はい、大会のね、日付なんですけれども、はい、11月9日、はい、これから11月10日にかけて大会を開催したいと思います。はいはい、まずめ2回いけるね。そうですよ、ね、そうなんですよ、確かに、うん、考えてる、考えてる、進歩していく、はい、そうなんですよ、1回目やる、2回目、そういうことです。なるほど、ハイクストレベルということで。なるほど。そしてですね、はい、参加人数は前回と同じ50名で、はい、よろしくお願いしたいと思います。刻むね、うん、限定するね無理じゃない、そんな100人とかそうだよ、ね、まだまだ無理よ、まだこちらがね、うん、そう、稲葉じゃないから大丈夫。そしてですね、賞金なんですけれども、はいはい、1位の方が、はい、5万円の賞金、5万円もう何でもいけるやん、うん、2位が3万円、はいはい、3位が1万円と、はい、うんうん、詳しい内容はホームページの方に記載しておりますので、ずーっくり読んでもらって、これはもう重要事項なんで、はい、あのルールとか詳細記載してますんで、うん、必ず、うん、参加検討されてる方は、はい、よく読んでから、うん、あのエントリーの方、はい、よろしくお願いします。はい、次は前回との変更点ですね、はいはいはい、先ほども言ってたように、うん、あのマズメが2回取れますよ、はいはいはい、そこが我々の進歩したまず1点進歩したね。それとですね、今回はですね、メンバーが数人参加しますので、おーしょー、はい、もうやってた負けんけん違う、あの、まだ早い気持ちが、こちらに関しては一緒にエギングをしたいメンバーの方を選んでください、うん、はい、うん、はい、ドキドキしちゃうじゃないですか、言われたらホストシステムだこの動画のコメント欄にメンバーの名前を書いてください、はい、そんな、そんな聞いてる、それの多い何名ですかね、まあ2、3名、2、3名かな、選抜みたいな感じ、うん、そうよ、AKB みたいな、ポジティブですね、かなり選ばれなかった時のこと、そこらメンタルですよ、選ばれる気満々、そうなのよ、アピールタイムということで一人ずついいですよ今、あの一言一言ね、なるほど、ちょっと私は気持ち悪い、濡れることができますすぐ濡れることができます、皆さんよろしくお願いします、扱い性高めやからね、すぐ濡れます。はい、じゃあ次ミニーちゃん、自分はポイントの方ですね、うん、はい、案内できます。わ、強それ。強っ。こすら案内できます。あ、それこすりは。お待ちしております。すごい。はい、どうぞ。僕は、ポイントは一切知りません。喋ることに全振りします。皆さんよろしくお願いします。ジョンさん。はい。やっぱり選ばれる気は満々でしょ。そういうことですよ、一言じゃん、分かってるでしょ前から見てる方は分かるでしょ、ジョンやるときやるよ、いろいろ教えてあげたら長いです、これ注意してくださいね、メンバーがたとえ釣ってもそのチョーカーはポイントに入りませんから、はいはい、そう、もちろん、はい、そこはあのご理解ください、うん、そう、一緒に行くっていうスタンスじゃなくて釣りまで会うかもしれないとかっていうことなんで、うん、DM とかして、あ、一緒にもちろんね、回ってもいいし、なるほど、うん、そこは読んでもらってもいいし、ね、いいし、で、ここからちょっと重要なんですけど、はいはい、今回ですね、受付がありません、そうなのよね、ゴミ袋ですね、ゴミ袋も受付で配布してたんですけど、受付がちょっとないことによって、あのゴミ袋の持参の方もよろしくお願いします、はい、お願いします。45リッター家庭用の普通のゴミ袋ですね、まあ、ね、いつものね、一般なサイズ、うん、一般的なに、ちゃんと分別をして、うん、そちらの方のご協力もしっかりよろしくお願いします、お願いします。大会コードの方ですね、はい、前回はですね、ちょっとこちらの方で紙の方を用意させてもらったんですが、今回はちょっと受付がこちらもないので紙とペンを持参してください、お願いします、はい、で、大会コードは、大会開始時刻、ホームページの方と SNS 掲載をしますので、こちらをご確認してください、はい。
でですね、今回の抽選会はなんとなんとなんと前回より豪華です。お願いします。ここも進化しちゃう。ここがすごいから。検討してるのが、はい、23エアリティ、はい、おおいいですね。で次が、はい、24ルビアス、はい、おいいいい、新しいのです。キンキンのやつ、キンキンのやつですね。他にもですね、はい、第一成功のオートキャフ、はい、いいね、いいでしょう。あと人気エギ特集、はいはい、最後にですね、ご協賛いただいた企業様からの、協賛品を、はい、なんと今回お出しします。出す出す、いっぱいありますからね。ありますからね。それでですね、すで、はい、に協賛をいただいている企業様がございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ハゲでございます。いや早いよ、早い対応が、さすがに行動が早い。アキーカだと、アキーカということでですね、はいはい、その企業様にお礼のメッセージが届いています。え、これがお礼のメッセージじゃないの今のが。違います。違うの。こんなものでそんな中間がある方々も、確かに我々がね、うん、言ったとて何を、別のがあるんですね。ぜひこちらをご覧ください。シーボス社長、明るいライトのおかげで私も明るいです。ありがとう。安丸だし社長、いつもありがとうございます。ということでですね、モザイク案件ではありましたが、これはダメでしょ。怒られるの、うん、あれ、いや大丈夫。これは一歩でも早く一歩でも早くリルレのことを見つけていただいた企業様のためのメッセージになっておりますので、スペシャルサプライズと。スペシャルサプライズです。ちゃんと謝ります、すいません。でも本当感謝の思いはめちゃめちゃあるんで、うん、はい、ご協賛ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、はい、長崎エギングコンベーションでは、ご協賛いただける企業様、はい、店舗様、はい、個人様などを募集しております。ありがとうございます。ありがとうございます。先にやりたくない。先にやりたくない。本大会をですね、より良いものにしていくために多くの方々とつながることが重要だと考えております。はい、概要欄の方にご連絡先を記入しておりますので、ぜひご支援のほどよろしくお願いいたします。政治家来た、政治家来た。総理大臣になります。私がなりますということで、はい、はい、そろそろそうですね、締めの方に入っていきましょうか。行きましょうかね、はい、はい、まとめを含めて締めてもらいましょう。文雄先生、はい、お願いします。はい、もう入りました締めが。はい、一つ、日付は11月9日10日に開催いたします。二つ、概要欄に大会のホームページを。三つ、ゴミ袋を持参よろしくお願いいたします。それと紙とペンもご持参のほどよろしくお願いいたします。4つ、我々メンバーも参加しますので、参加してほしいメンバーの名前をコメント欄によろしくお願いします。5つ、ご協賛募集してます、よろしくお願いいたします。6つ、ひとぼけします。皆さん、私すぐ濡れることができます。ぜひ私の名前をコメント欄にお願いします。濡れます。いいの、それでも閉まった、今のでいい、大丈夫、閉まりました。いや、どうなの。いや、こっちは別に大丈夫なら、うん、いいよ、もう何も出ないです。汗ぐらいなら出ますなんて汗なら出ますけど。